チャールズ・シルモンは、アメリカ合衆国、米コ出身で短距離像が、専門の陸上競技選手。2013年モスクワ世界選手権、男子400メートルリレーの銀メダリストである。高校時代には、NFL 選手を夢見ていたが、ACL 断裂のためにその夢は諦め、陸上競技に切り替えた。7月、世界ジュニア選手権の男子100メートル決勝で10秒23の、 自己ベストをマークするも、デクスターリーに次ぐ2位で惜しくも、金メダルを逃した。400メートルリレーでは2層を務め、決勝で38秒93をマークしての、金メダル獲得に貢献した。7月、北、中米カリブ U23 選手権の男子100メートル決勝で10秒17をマークし、ジェイソン・ロジャーズ、キーナンブロックに次いで銅メダルを獲得した。 400メートルリレーでは2層を務め、38秒94をマークしての金メダル獲得に貢献した。3月30日、テキサスリレーの男子100メートルに出場し、追い風参考記録ながら、自身初の9秒台となる9秒94をマークした。6月上旬、全米学生選手権の男子100メートル予選を9秒92で突破すると、 決勝は9秒89で制して初優勝を成し遂げた。6月下旬、全米選手権の男子100メートル準決勝を9秒85の全体1位で突破すると、決勝では公認初の9秒台となる9秒98をマークして、ジャスティン・ガトリンに次ぐ2位に入り、8月に開催されるモスクワ世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。8月、 モスクワ世界選手権の男子1 0 0ルと4 0 0ルリレーに出場。1 0 0ルは予選で10秒34の組5着に終わり、敗退したが4 0 0ルリレーでは1、走を務め、決勝で37秒66をマークしての銀メダル獲得に貢献した。6月全米選手権の男子1 0 0ル準決勝で追い風参考記録ながら9秒94を、 マークするも0秒001というわずかな差で決勝進出を逃した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のものトラックランナーチャールズ・シールマン・オーバーカムズ・インジャリース・ツー・ビカム・アン・オール・アメリカン TCU360.com2016 年10月3日閲覧 第13回世界ジュニア選手権男子100メートル決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年2月26日閲覧第13回世界ジュニア選手権男子400メートルリレー決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年2月26日閲覧パットンクロックスウィンディ9.75ワットテキサスリレーズ国際陸上競技連盟 2016年2月26日閲覧。特、S、シールマンテイクス100メータータイトル、USC タイズ、テキサスフォーファーストウィズツーイベントウィンズ。全米大学体育協会。2016年2月26日閲覧。2013年全米選手権フルリザルト。全米陸上競技連盟。2016年2月26日閲覧。芸が今季世界最高で。 男子100メートル優勝全米陸上選手権フランス通信社2015年6月20日閲覧第14回世界選手権男子100メートル予選リザルト国際陸上競技連盟2016年2月26日閲覧第14回世界選手権男子400メートルリレー決勝リザルト国際陸上競技連盟 2016年2月26日へつらん。2015年全米選手権フルリザルト。全米陸上競技連盟。2016年2月26日へつらん。ありがとうございます。